大空位時代は、神聖ローマ帝国で王権が不安定であった時代。期間は1250年、1254年、または1256年から1273年まで。この時期に、ローマ王を接収する有力な家門はなく、権力の真空が生じた。そこで、先帝皇など有力諸皇が、帝国の直轄領を参植し、帝国の権利の多くを奪った。 彼らは、ラインと指導名までも分解し、影響力を極端に増した。大空位時代とは、ローマ王の不在を意味する言葉であるが、この時期に決して王が不在であったわけではなく、この言葉は、皇帝の空位時期を示す言葉でもない。大空位時代以前にも皇帝にならなかったローマ王は、コンラート三世、フィリップなどがいる。大空位時代の終焉は、 ルドルフ一世のローマを即位に置かれるが、ルドルフは皇帝として体感していない。語義的にも王権を対象としており、帝権と王権には、この時期明確な区別が存在した。したがってこの時代の特色は、二重選挙によってローマ王権が著しく衰退したこと、また王位が弱小諸侯もしくは帝国外の人物によって獲得され、 ほとんど、ローマ王不在と同じような状況に陥ったことである。また、ローマ王の選挙権は7人の選定校にあるという考えが、大空位時代の時点で確立していたことにも注目される。ホーエンシュタウフェン朝では、1250年に、フリードリヒ2世が死去した後、次男のコンラート4世が後を継いだが、コンラート4世は1254年に、 在位わずか4年で死去した。コンラート4世の子コンラディンは、ローマ王位につけず、軽視もなかったため、ホーエンシュタウフェン朝は断絶した。コンラート4世には、対立王として、ホラント博ウィレム2世がいたが、コンラート4世の死で対立者がいなくなり、形の上では、唯一のローマ王となった。ウィレムは、神聖ローマ帝国を正式な国号として使用した。 最初の君主であったが、1256年に、遠征のキ路で溺死し、ローマ王位は空になった。皇帝不在となった新生ローマ帝国では、諸侯による複雑な権力闘争が起こる一方、1257年の、ローマ王選挙で、帝国外から二人の次期皇帝候補者が押された。ケルン大司教、マインズ大司教、ライン級中白、ボヘミア王をたかる二世が、 イングランド王ヘンリー3世の弟コーンウォール博、リチャードを推薦し、リチャードが候補に挙げられた3ヶ月後に、トリー弘広塚佐教、ザクセン大公、ブランデンブルク辺教伯指示者を変えた、オタカル2世が、カスティーリア王アルフォンソ10世を推薦した。このうち、アルフォンソ10世は、ローマ教皇の強硬な反対と、国内事情から国を離れて神聖ローマ帝国に、 駆けつけることができず、即位はならなかった。リチャードは四度帝国に渡ったが、滞在期間はごく短いものだった。その後、ボヘミア王として、帝国内で大勢力を誇るオタカル2世が、王位獲得を目指したが、帝国諸侯やローマ教皇は、オタカル2世のような強力な君主の出現を望まなかった。しかし長引く空位は、帝国内の後輩を招き、 シチリア王カルロ一世は、老いのフランス王フィリップ三世を定位につけ、ヨーロッパをフランス勢力でまとめる野望を抱いていた。そのため、諸公や教皇は1273年、当時としては弱小勢力に過ぎなかったハプスブルク家のルドルフ一世をローマ王として擁立した。これによって、大空位時代は終わりを告げた。ただし、ルドルフ一世は、 ローマで皇帝としての体感を受けることはなかった。ルドルフ一世が帝国君主として諸侯から擁立されたのは、ルドルフ一世の祖父、ハプスブルク派ルドルフ二世が、ホーエンシュタウフェン家の一族の娘アグネス・フォンシュタウフェンと結婚していてその地を引いていたこと。フリードリヒ二世とコンラート四世の時代に、ルドルフ一世が皇帝。 ローマ王に忠実に仕えていたのが評価されたためでもあった。しかし、ルドルフ一世は諸行の思惑に反して優秀な人物であり、1278年にはオタカル二世をマルヒフェルトの戦いで敗止させ、オーストリア公国を獲得するなどして勢力を伸長させるとともに帝国の安定化に努めた。ただし、これによって、 ハプスブルク家が定位を独占することにはならず、ナッサウ家のアドルフ、ルクセンブルク家のハインリヒ7世といったその時点での弱小勢力の国主要率というパターンが、なおも続いた。ありがとうございます。